アンヌ・マリー・ド・ゴンザーグ・ド・クレーブは、ギーズ公アンリ2世とプファルツ・ジンメルン公誌、エドアルトの妻。マントバ公カルロ1世とマイエンヌ公シャルルの娘、カトリーヌの末娘。父カルロは、フランスの貴族ヌ・ベール公でもあり、アンヌは、パリで生まれた。幼い頃は、修道院に入ることが決められていたが、1637年の、父の死により、 波乱に富んだ人生を送ることになった。年頃になったアンヌは、母方のまたいとこにあたるギーズ子アンリ二世と、情熱的な恋に落ちた。二人は1639年に秘密裏に結婚し、アンヌは家族の反対を押し切って、夫のいるスダンへ断層して逃亡した。しかし、1641年にアンヌは、アンリ二世に捨てられるように離婚した。 1645年、親元へ戻っていたアンヌは、プファルツ人メルン公使エドゥアルトと望まない結婚をした。エドゥアルトは、30年戦争で領地を失った、プファルツ選帝公フリードリヒ五世と、イングランド王女、エリザベスの大勢いる、息子の一人に過ぎず、大した財産もなく、フランス宮廷に歓迎されなかった。アンヌは、浮かれた生活を送るようになり、 数々の浮き名を流すようになった。彼女は、コンデ公ルイ二世の気を引こうと構成をかけ、彼と親しい関係になることに成功した。彼女は、大コンデとの関わりから、フロンドの乱の間に、宮廷の講師たちとつながりを持つようになった。しかし、マザラン枢機卿やルイ十四世とは疎遠であった。1660年、アンヌはかねて、 より名前の上がっていた王妃の館の監督職に、再び推薦されたが、翌1661年に王の命令により任命されなかった。不遇を囲ったアンヌは、次女アンヌが、トンデコー、アンリ3世と1663年に結婚した、ことで地位が回復された。また、アンヌの姉で、ポーランドオブアディスワフ4世妃であるルドビーカにより、次女アンヌが、 アンギャン行位継承予定者として貢献されることになった。三女ベネディクト・アンリエットは、ブラウン・シュバイク・カレンベルク公ヨハンフリードリヒと結婚した。アンヌは1671年に、夫のメイ・リザベート・シャルロット・ド・バビエールと王帝オルレアン公、フィリップの縁組も成立させた。その後、アンヌは、改心したかのように今までの生活を改め、1684年に、 信仰の生活の末に亡くなった。二番目の夫エドゥアルトとの間に三人の娘を設けた。ありがとうございます。